こんにちは、しんじです。今回はこちらに置いてありますモザのエアクロス3をレビューしていきたいと思います。僕のチャンネルなんですけれども、モザのエアクロス3で検索してたどり着いた方はですね、普段は僕はレーシングシミュレーターと呼ばれるですね、いわゆるレースゲームコントローラーとかでやるのではなく、ハンドルを実際に使ってこうレーシングシミュレーターを楽しもうっていうチャンネルになっております。ですので僕の他の動画を見ていただくと分かるんですけど、結構ですね、ちゃんとした機材でやっていますので、興味が、ちょっとあるかどうかは微妙なんですけれども、興味ある方は他の動画を見てですね、そちらの動画も楽しんでいただければと思います。ということで、こちらの、モザのエアクロス3なんですけど、多分これね、まだ僕がこの動画を撮影している時点では日本ではね発売されてないんじゃないかなと思うんですけど、それがなんでここにあるのかっていう経緯をちょっとお話ししますと、僕が以前モザレーシングというですねところから出ているハンドルコントローラーをですねレビューしたんですけれども、そこがこのモザと子会社なのか関連会社なのかちょっとあれなんですけど、このモザのエアクロス3をレビューさせてくださいと言ったところですね、いいよということになってですね、こちらの、モザのエアクロス3が、届いているという状況でございます。で、僕はですね、いわゆるこのジンバルと呼ばれるちゃんとしたもの、これ今撮ってるの DJI ポケット2なんですけど、そういうものは持ってるんですけど、一眼レフを乗せられるようなジンバルっていうのは初めて使うので、ちょっとね、ジンバル上級者みたいな人にとってはちょっと僕の動画は参考にならないかもしれないんですけど、僕の今のこの状況のようにですね、ジンバルに興味があるんだけど、どういうものなんだと、どんな感じのものなんだという人にとってはですね、結構いい動画でじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで早速こちら開けていきたいと思います。ちょっと普段はですね、僕GH4 でこうレビュー動画撮ってるんですけど、その時はね、ピンマイクでワイヤレスピンマイクで撮ってね、声がちゃんと取れてると思うんです。今回ね、この DJI ポケット2で撮ってるんで、ちょっと声がね貼らなきゃいけない、貼ってもちゃんと取れてるかなっていうのが不安です。じゃあ開けていきましょう。中身は開けるとこんな感じになっています。中身こんな感じできっちりとした感じに入ってますね。じゃあちょっと中身を出していきましょう。俺がジンバルですよ。プランプランしてますね。さあ、ということで中身を出しましたので、入っていたものをですね紹介していきたいと思います。まずはジンバルの本体、カメラを取り付ける台座が入ってました。そしてグリップが入ってました。そして各種ケーブル類、説明書、マニュアルが入っていました。このエアクロス3なんですけど、エアクロスとエアクロス2が出てて、あとはモザからはエアーシリーズっていうのが出てて、そっちの方がね上位機種みたいなんですけど、モザのエアクロス3、これは、最新機種ということで、今回僕はですね、これがレビューしたいよということで、ご提供いただいた感じです。で、簡単にちょっとこの特徴なんかをですね、紹介していきたいと思うんですけど、このエアクロス3は、なんといってもね、他のジンバルとかいろいろ僕も、DJI のとか見てたんですけど、かなりね、コンパクトで軽いっていうのが、かなり特徴になってるんじゃないかなと思います。僕はね、普段はレーシングドライバーの脇坂雄一さん、ともにこうチャンネル11っていう YouTube チャンネルを一緒に作ったりしてるんですけど、その撮影とかに行く時に結構ね、荷物がやっぱり撮影機材ってどうしても多くなったりするんですよ。で、結構重かったりするんで、やっぱこのコンパクトサイズで軽いっていうのは結構ね重要かなっていうことで、僕はこのエアクロス3を選んだ感じです。あとはこのペイロードですね、詰める重さ、このジンバルに詰める重さが 3.2 キロなんですけど、僕が今普段使っているカメラが GH4 なので、で、GH4 にレンズをつけても2キロいかないぐらいなので、全然このエアクロス3は問題ないなという判断です。で、あとはジンバルって結構1回の充電で使える時間っていうのが長かったりするんですよ。10時間とか結構当たり前なんですけど、こいつはね20時間使えるっていうことで、サーキット行って撮影するとかになると結構ね、充電とかは大事で、この今撮影している DJI ポケットとかは2時間撮れないぐらいなんですよね。これはジンバルだけなんで、
別にこれだけで撮影ができるわけじゃないんですけど、そういうね、やっぱり外の撮影って充電がいつできるかわからないなっていう状況下の中では、やっぱこの20時間っていうね長さはもう全く1日の撮影問題ないと動作時間になっていると思うので、これもねやっぱね10時間とか12時間とかっていうよりは、20時間あるともう1日ずっと使えるじゃんっていう、もう電源入れっぱなしでもいいじゃんみたいな感じはすごく安心だなと思いました。であとはね、GH4 を乗せていろいろちょっと触っていこうかなと思うんですけど、このねハンドルがあって、ちょっとこれ今どこにつけるかが全く分かってないんですけど、他のねジンバルいろいろ調べた感じだと、なんかねこういう風に、ちょっとこれが合ってるか分かんないんですけどこうかこういう風に、こういう風に持って、さらになんかこういう感じでやれるジンバルってね、あんまないなって気がしたんですよね。なのでそこもこう下からこう取ったりとかするときに超便利なんじゃないかなっていうことで、このエアクロス3をですね選んだ感じです。エアクロス2もね結構良さげだったんですけど、このやっぱねこのスリングデュアルハンドルモード、デュアルハンドルモードっていうのがエアクロス2ができないっぽかったので、これがね結構このエアクロス3を選んだ決め手だったりします。ということでですね、ちょっと本当にジンバル初心者なんであれなんですけど、この後ちょっと GH4 をつけて、どんな感じになるのかっていうのをですね、やっていきたいと思います。まずはですね、 GH4 とかもこのねストラップがついてるとやっぱりねジンバルって良くないみたいなんですよ。だからここをこうなんていうの、ワンタッチでパンって取れるやつとかにしといた方がいいんですけど、ちょっとそれ買ってないんでまだ、なのでちょっと今回はつけたままでいきましょう。で僕はですね GH4 に関してはこの 12mm35mm と、35mm100mm のレンズ2本しか持ってないんですけど、まあ基本的にはこの2本で全然事足りるっていう感じなので、この2本でやってます。ではですね、このちょっと GH4 つけていきましょう。まずこのあれですね、グリップがこう三脚になるよっていう感じですね。これを多分ねここにこうつけるんですよ。立ちましたね。大丈夫です。で、こいつをこんな感じでとりあえず取り付けて、これを今のこの状態っていうのはしまうモードっぽいので、ここのロックを解除して、こうやるのが多分正しいというか、デフォルトな感じだと思います。ここにロックって書いてあるので、アンロックジンバルにする。あ、なるほど。あ、スカスカになりましたね、これ。あ、ロックするとここで動かなくなって、ロックを外すとスカスカになると。で、ここにもあるんで、これも多分ロックを解除する。ここが、これロック解除する。あ、なるほど。これをロック解除する。ロック解除すると自由になる。で、ここにもあるんで、これはここか。これを解除すると、あ、なるほど。自由に動くようになるわけですね。こうなってる、この状態で乗せるんだ。この状態でカメラを乗せる。で、この状態でバランスを取るっぽい。多分、あ、これダメだな。これ、取った方がいいですね。これ、多分取らないと、なんか引っかかって、ウィーンとかなっちゃうとあれなんで、取ります。で、これが、多分この状態で、これをつけて、これが、今デフォルトだと、ここに、ね、右側が当たっちゃうんで、これを、この後ろに、なんか、ロックバーみたいなのがあるんで、押して、こっち側にすると。そうすると、あ、つきますね、と。ね、おお、なんかジンバルっぽくなってきたよ。で、これをね、多分ね、バランス取るんだと思うんですよね。あ、なんか取れてきた。あ、取れてきた。すごい。おあ、バランス取れた。え、バランス取れたよ。早くないこれ。結構、ええ、これ、ロックとか大丈夫かな。なんか、こう調子乗ってやった時にカメラだけズルンと落ちて、なんか、壊れるとか嫌だよ。
これ大丈夫かな、大丈夫かな、 これもね、だからあれだよね、やっぱ慣れてないとなんかロックし忘れとかでズルンって落ちてカメラガシャーンみたいになっちゃうんで、これはねちょっとこうなんていうか普段からちょっと練習しとかないとあかんですねこれ。あでもあすごいあこれはねあれですよ、今電源入ってないからあれですけど何もこう制御してないですけど、これあれですね、電源入れてなくてもなんか感動しますね、これすごい、あすごい、あすごいなるほど、これはねジンバルですよ完全に。でこいつはねこのちょ詳しく液晶がねついてるんですよね、ここにね。あパワーボタンはこれですね、パワーボタン側面入れるよマッチ見れるよ、入った、電源来た、あなんかイングリッシュにしとこう。ジョイスティックの右が、あそういうことだ、これ電源入ってるけど多分入ってますよね多分じゃなくて入ってるんですけど、すげえ静か、えこんな静かなのこれ、全く入ってると思えないぐらい静かなんですけど、えこれでもうもしかして、え怖い怖いけど、これえこれさ、ちょっとこれパニックってますけど、これ今多分ね制御されてるんですよ。でちょっとこの状態で電源落として同じかどうかちょっとやってみましょう。電源落とす、あ制御されてますだってこっちとか向いちゃうもんね、これね電源入ってないから。あすごい、これね、あのジンバルすごいっていうのは、まあまあね映像とかあの YouTube でね見てたんでわかるんですけど、実際ね自分の手元にこれが来てやってみるとジンバルすごいえこれすごくない？あこれねこう三脚にもなるしハンドルにもなるということで、こうやってね多分やるんですけど、えこれすごい、えこれはえすごくない。パンモードになってて、多分これジョイスティックで、あ回る、あすごいこれもうあれじゃん、あしかもあすごいこれジョイスティックで上とかを押すと上に行く、えこれさ、だから DJI ポケット今使ってんだからそんなの当然なんだけどえこれすごいな、これ今 FPV モードなんですけど、ちょっと FPV モードこれどうなんだろう、 FPV モード、あでもすごい、これ今ねあの撮った映像はちょっと室内なんで見せらんないんですけど室外なんでこっちのねこうとか見せらんないから、これはね今これすごいとか言ってるの見せらんないんですけど、すごいですね。でも FPV モードはちょっとこれなんか使いづらいかも、なんか僕がイメージしてる FPV モードと違う、なんかねジンバルは FPV モードよりはなんか他の なんだろうパンとかで使うっていうのが、あーでもそうだね、 DJI ポケット2でやってる時って FPV モードでなんかこうなんとなくね正面をずっとこう撮り続けられるんですけど、こっちのちゃんとしたジンバルの方だとパンモードの方が使いやすいですね。あ全然使いやすい、こっちのが狙ったところをこうやって合わせやすい。 FPV モードにしちゃうとなんかねなんかこうゆらゆらしちゃう、すごく。なるほどね、こういう違いが多分なんか制御の違いなのかな、あるこれちょっとこの映像でねジンバルのこの凄さみたいのが伝わってればいいんですけど、これスリープに入っちゃうのすぐ、これなんか多分設定かな、初めてあのこういう一眼が乗せられるジンバルを使っ
ってみましたけど、こうやってすごくねいいと思う。可能性を感じる。ちょっとこれ撮影でまだ使ってないんで、ではですねこの後、ちょっと作例を取りに行って、動画をお見せしながら今回の動画は終わりたいと思います。でこのエアクロス3についてはですね、チャンネル11の方でもですね、このエアクロス3を使ってですね、何か、まあ、車を取りに行くと思うんですけど、車を取ったような作例とかもどちらで上がるかと思いますので、よろしければですね、チャンネル11の方も動画の概要欄にありますので見ていただければと思います。ということで、よろしければチャンネル登録や動画の評価、高評価低評価どちらでも構いませんので、ぜひ評価の方をお願いいたします。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。